はい、どうも、ジューです。マリオカートデラックス、パート285やっていきましょう。さあ、今回もオンラインレースやっていきたいと思います。さあ、まずは、ゲームキューブ、ワルイージスタジアムからですね。ということで、今回も全96コース1ゲーム出して頑張っていきたいと思います。さあ、現在は96コース中の16コースまでは、出場することができたということで、残りあと80コースですね。初っ端ワルイージスタジアムはまだ出たことないので、これで17コース目ですね。ということで残りはあと79コースということで、まだまだ頑張っていきたいと思います。まあこの企画も5パート目ですよね。まあとりあえずまず最初の方はね、まあ出やすい方なんですけど、96コース思ってみると96コースって本当にすごい数ですよね。まあでもなんで、とりあえずこういう方向性で頑張っていきたいと思います。さて今ユリーロゼッタの肩点検カスタムでやっているんですが、これ意外と使いやすいんじゃないのかなと思って今回は使ってみることにしました。まあ加速とあとは曲がりやすさが結構優秀なので、まあこれもねうまい感じに使っていきたいと思います。まあ、カートはカートでも軽量級のカートは、ね、結構強かったりもするんですが、あとローラータイヤも結構強いと思うんだよな。このちっちゃいタイヤ、これが結構優秀です。あとそして今3位走ってるけど、なんか意外と行けてるんじゃないですか。待てちょっと待って、なんで俺の方を通過するの。やばいって、危ねえ。ようここ行ったな。やばいやばいやばい。まあこれはもうしょうがない。いや待って。だってなんか構えてる。別に何も構えてなかった。おおここでトリプル。トリプル緑。やばいなこれ。でこうしていいぞ。待て、危ねえ、やば、待って、OK、とりあえずあそこはセーバー、OK、あー、待って、あー、結果は7位、待って、このまま5位でゴールしようと思ってたのに、プラス2、今のめちゃくちゃもったいないな、うわー、前を見落としていた。さあ、次、A バージョンマス、リボンロード。さあ、リボンロードはまだやったことがないので、これで18コース目ですね。ということで、これであと78コースありました。だから頑張っていきましょう。さて、ここまで被らずに来るよ。まあ、途中でまあ、何回か被ることはあるかと思いますが、まあ、こういった感じで、マリオカートをやってれば、まあ、実際はまあ、いけると思うんで。まあ、もうちょっとでハード300にもなりますし、まあ、その時にはオンラインの拡大版になりますから、まあ、100パートに1回だけね、こういう特別な説がありますから、ここでうまい感じで、たくさんコースを当てていきたいなと思います。待て、なんでミドルコーラ当てるのがうまいの？やばいな。OK、ここで、来たよ、パンクフラワー。やばい、危ない。落ち着きなさい。いいよ。あ、うわー、待って、いきなりパンクフラワー速くしたな。まずいけど。やべえ。危ねえ。今めちゃくちゃ危なかったぞ、今の。OK、ここで加速をする。いいぞ、待て、うわ、待て、OK、あー、ブーネ、今めっちゃ危なかった。 OK、あー、わー、 OK、でもコインは結構いい方の攻めで溜まっていまきー、やばい、このままだとマジでやばいことになるね。OK、ここでスカート、木の位置はやばくね、木の位置すごいな。待て、これで一旦アイテム効果するんだろう。 OK、 ほらいいもん出た。来て、
めてこいつだけは抜かせてもらう。5位。さっき5位を出そうと思ってた時に5位が出た。OK プラス12。レートは意外と上がるもんだ。素晴らしいね、これは。さあ、次。ヨッシーアイランド。さあ、ということで、ヨッシーアイランドまだやったことがないので、これで19コース目ですね。これで、あとは77コース。まだまだありました。頑張っていきましょう。さて、ヨッシーアイランドか。そう、なんとかね、うまい感じでやんなければいけませんが、もう出てきて、なんとか頑張るしかないよ。ちょっと出てきて、まあ、でもいい感じじゃない？これは。待って、ここは一旦ビーチ側を攻めます。OK。いいぞ、これは。待って、やばいか。あー、無理っぽいな。おーい、ここで金かいな。危ねえ。バナナにかかろうと思ってたぞ、今。OK。あ、はい、かかった。今のちょっとたまたま感がありましたけれども、待って、方向ミスったって。やばい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 。今8位ですよ。まずいって。もうたったその方向ミスで一気に順位が下がることある？やばい、カニー。待て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 。OK、ここでした。さあ、来たよ。もう、散々の後だから、あんまり、これ、期待はしてなかったけどね。まずいな、この状況。なんとか、ちょっとの順位を動かさないといけない、最終的に。OK、今、金手に当たった。まず、これはさすがに当たらないか？危ねえな、マジ。OK、ここで、意外とマジで曲がりやすいぞ。さあ、早めに進む。ここで、ファイヤーはいらねえな。待て、OK、こうして、もう前にも後ろにも投げてしまう。やべ、あぶ、やっぱぷい。ギルシングルかよ。やばいなぁ。行って、やぁ。ここで3台来てしまったか。なんかちょっとタイミング悪いな、やっぱり。待て、でもやるしかないなぁ。待って、あとちょっとだぞ。これが最後のアイテムだ。うわぁ、シングル。あ、でもトニックルキノコはまあ良くないか。まあ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 。あ、ここのところで焼いてるやつがおった。危ねえ。危ねえよ、マジ。はい、結果は5位。また5位か。なんか今回5位が2回も出てるんだけど、プラス11。まあ10以上上がるってことは結構いい本なんだよな。今回ラストレース、クッパキャッスル。さあ、ラストですね。頑張っていきましょう。さあ、クッパキャッスルもまだやったことがないので、これで20コース目ですね。ということで、残りはあと76コース。76もあるのか、まだまだ。さて、ここで赤コーラー。なんか、デイジーじゃないこれ今の。待て、落ち着け。やばいなぁ。なんで、相手に時間かかんの？さて、OK。さて、ここで一旦加速します。危ない！うわ、落ちたし、それもったいないね。で、もっぱダブルを取りますよ。ここで1。危ない。ここで2。やばいよ、マジで。OK。OK、これでターゲット。さあ、出てきて。いいよ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。これ、先に残ったわ、今の。はい、こう、こう、こう。いいぞ。はい。やべえ、これは。やべえ、渡してしまう。待って、今の。OK、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 OK。完璧。あいつ、完全に止まれば OK だ。いいぞ。で、ここで、はい。おっと、なんか一人抜かしてくれ。OK、スターゲットを。なんか、こんな順位で、スターゲットできるのか。OK、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 いいぞ。さあ、ファイナルラップ突入。さあ、ラスト1周ですね。なんとか頑張っていきましょう。クッパのレーザーに当たったよ。さて。危ねえ、危ねえ、まーい。どういうこと？待って、危ねえ、落ちるとこだった。
あ、10位からまだマシだ。待て、ここで、はい、OK、スターだ。もうこういうのは早くやっていた方がいいから。危ねえ。待て、このキラーはこっちに向かってきた。あー、危ねえなー、マジ。はい。待て、おお、ここでキラーか。おお、少しサンダー。待て、サンダー回避。こっちもサンダーを使っていく。うーわ、ちょっと待って、これは4位。もうこれ使うしかなかったもん。あー、でもわかるよ。これ、スターのタイミングが終わってから、もう一回あれをした方が良かったのかもしんないけど、もうこれはしょうがないから。もうどうやっても抜かせる自信はなかったからね。まあでもね、いいんだよ、これでも。まあ、結果、順位が上だったから、いいんです。はい、結果はプラス14。あ、でも意外と今回冷凍調子良かったね。はい、ということで今回はここまでにしたいと思います。現在のレートは11046ということで39上がりましたね。ということで今回は結構調子が良かったんじゃないかと思います。まあ一度もレートが下がることはありませんでしたからね。まあでもね、こういう感じの方が良かったんですよ。加速と曲がりやすさ重視でうまくやってみました。そして今回も被らずに4コースを出すことができましたね。まだまだ76コースありますが、これからもどんどん出現させていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもお願いします。それでは、さよなら。